ちょっと最近調子悪いんすよ。あ、そうなんだ、うんうん、そうなんです。体調が斜めで、うん、でなんかこう頭痛とかね、ちょっと気持ちの浮き沈みだったりとかあって、うん、あ、メンタルね、なんかほんとちょっとホロライブ入って、うん、もうすぐ4年なんですけど、うんうん、ちょっとねピンチです。なるほどそう、なのでちょっとそれを重点的に占って、うん、欲しくて。なるほどね。じゃあ右と左どっちがいいか教えてください。左で行きます。左で、 OKOKOK、 あ、出た出た、はい。まず現在のカード、こちらですね、大アルカナの司祭さんが出ていましてですね、結構周りとの関係は悪くないと思うな。お、うん、ただそのちょっとあの心の拠り所を求めてる時期で、あ、なんかその自分がこれがあると安心するなとか、うんうんうん、そういうなんかこう、この人と一緒にいると楽だなみたいな、うんうんうん、なんかこうストレスを感じた時に拠り所にするものが必要な時期なのかもしれない。あー、なるほど、うんうんうん、あー、確かに依存したいですね意外だな確かになんか昨日のなんか面言配信で、うん、もうもろ団員さんに依存させてくれみたいな感じの話をしたんでちょっとこれは確かに求めてますね、うんうん、なるほどねまあしょうがないよね、うん、でね、過去のカードこれ出てるんだけどね、なんかね過去は結構戦ってて、うんうんうん、逆に今まで結構なんか無茶したりとか頑張りすぎてたから今反動でちょっと辛くなっちゃってるのかなっていうふうには思ったかな。なるほど、うん。で、近未来のカード、こちらのカードがですね、ノエルの今大事にするべきものは、周りの人との関係なんだよね。関係、うん、自分一人で頑張ろうというよりは、まあ、さっきも これ誰かになんかこう、まあ、依存じゃないけどなんかストレス発散になるような楽な、一緒にいると楽な人を探すとか、まあ、よりどころになる、まあ、ペットとかでもいいし、なんかその自分のこう心を癒してくれる存在を見つけようみたいなカードだったんだけど、近未来も周りに人がいた方があの幸せになりそうなので、周りの人をとにかく大切にしていくキャンペーンを下半期はした方がいいかと。なるほど反対します。うんうん、友達といっぱい遊ぶとか、いっぱいお話しするとか、そういうのが大事なのかもしれない。はい、はい、すいません配信者なのに黙っちゃったどうした、大丈夫か換気は待ってしまって、あ、換気は待ってしまって大丈夫かな、うー、泣かないでね、落ち着いて、聞いてます、はい、はい、ちゃんと聞いてるので、じゃあ聞いててね、はい、はい。で、このカードって左側はノエルの環境で、で右側はノエル自身の問題なんだけど、気になるポイントはやっぱり大アルカナが出ているこの2枚だね。ノエルの、こちらは深層心理、大アルカナのジャッジメントの逆位置が出ていて、ノエルはね結構今すごく悩みやすい時期というか、決められないみたいな、どうしたらいいかわからない、間違ってる方を選んでるのかもしれないっていう不安がすごく感じられるなっていう、確かにカードなんだよね。わかんないです、うん、正解がなんかそれで、ね、自分が選んだことがうまくいっていないのかもしれないみたいな不安な気持ちになっちゃうのかもしれないんだけど、ただね、そんなことはないと思うし、この問題点のカードが歓迎のカードなんだけど、周りは温かかったりとかするんだけど、結構自分一人で焦っちゃったりとかしてるのかなっていう、すごい結構割と周りは評価してくれたりとかしてるんだけど、それがよく見えてなくて自分で焦っちゃったりとかしたりしてるのが結構辛く、どんどん辛くなっちゃうから、なんかもうちょっと自分の判断に自信を持ってもいいのかなっていう感じはするかな。なるほど、うんうん、メモメモメモはい、まあ、ただね、ちょっとこのアドバイスのカードを読ませていただきたいです。最後カードは大アルカナの愚者のカードなんですよ。
愚者のカードってすごくフリーダム、自由なの。自由。そう、キーワードは自由で、で、アドバイスをするのであれば、単独行動はしない方がいいのと、自分の気持ちに嘘をつかないこと。お、嘘をつかない。うん。なんか、なんかこうしたいけど、迷惑かもしれないからやめとこうとか、そういうストッパー、そういうストッパーをある程度自由にしてもいい。まあでもね、ノエルに人言いたいのは、自分が思っているよりも周りはノエルのことをきっと大好きだし、信頼していいよっていうことですね。ありがとうございます。はい。すごい占いなのに、うん、メンタルクリニックみてえになってる。狼ミオの面クリにちょっと名前変えようかな。いやすごい、うん、なんか ありがとうございます。うんうんうん、嬉しいです。いやでも大丈夫だと思いますよ。なんかはい、本当なんかね、やっぱ悩んじゃうのもわかるけどね、実は幸せなことも転がってるから、うん、うん、それをいっぱい摂取していって、はい、元気になったらきっと活動も元気にできると思うのでね。うん。まあ休みたかったら自由に休めばええんや。数ヶ月休んで旅行にでも行ってこい。ただ一人で行かずにね、誰か誘ってメンバーとかね。とか一人で行動しない。そう。一人じゃなくて、みんなと気の合う友達と一緒にいることが心の栄養だよって言ってるかな。はい、うん。ママ。ミオママ。ママだよ。ビッグゴトミオママだよ。ありがとうございます。はい。でも確かに、うん、その今の、うん、放送事故みたいな今の自分がなんか。もうこれがあれだなという、いいんだ、事実だなっていうのが分かって、うん、いいんだ、それでいいんだ、無理しないで上半期は行きたいと思います、うんうん、ノエルはノエルなんだ。うわー大丈夫大丈夫。